熱き時代に生きた熱き男たちのドラマ、龍が如く維新。発売が待たれる超ド級タイトルの最新プレイ動画を全10回にわたってお届けします。龍が如く維新の魅力を伝えるプレイ動画第5回目ということで、今回は成長そして武器強化と、はい、ここですね、もう今回龍が如く史上初のチャレンジと言っていいぐらいのいろいろ新機能を搭載してて、なんつうんだろうな、初めてユーザーの方々が好きに自分を育てていけるみたいな感じの、うん、遊びが入ってますんで、まあ、その詳細をちょっと今回見てもらおうかなと思いまして、はい、まあ、今回も平沢先生の方にお越しいただきました、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ということで最新プレイ動画第5回は成長と武器鍛錬をご紹介します。まあ敵を倒してその経験値が入るっていうのは変わんないですよ今回も。なんであくまでもそうエンカウントバトルとか、はい、まあ、いろんなミッションこなしていくといわゆる経験値的なものが入ってくるんだけど、そこから先がかなりちょっと今までと違う、うん、まあ、レベルアップって出たね時に魂玉獲得みたいな、なんか、はい、何あれ魂玉です。魂玉獲得って出たでしょ、はい、あれがすごく重要なキーになってくるんですね。それを今からちょっと見せます。うん、今のバトルでレベルが1個上がったので、もうポーズ目にスタートボタンを押すとこんな感じになってます、うん、まあ、能力強化できますよっていうふうに丸ボタンで出てると思うんですけれども、はい、こう押すと今回ですねこんな画面になります。こうバトルの紹介の時に4つの型があるのを紹介させていただいたんですけれども、はい、こんな感じでそれぞれ4つの型にですねこんな穴の開いた板みたいなのがあるんですね、はい、でここにさっき手に入れた魂玉をはめることで今回技をどんどん覚えていくっていうような仕組みになっています。じゃあまず一等能力強化してみましょうとやった時にまずはそこだよね。で3つ目の段階で分岐が起こってますよね。ここで下とこっちに分かれてるよね、はい、下ってのは攻撃が当たる瞬間に力を貯めることで連撃からつながる大攻撃の威力が増加します。ヒート状態でゲージを消費して発動可能ですっていうこういう技を覚えるか、もしくは先に進めて体力の増強を狙うかとか、うん、要するに技を優先するか基礎的な部分を優先させるか。じゃあ何個も弾持ってるとあと3つあるとか言った時にどこの技が欲しくていくかとか、わかる？悩みながら、はい、でね結構ね育てていくじゃないですか、はい、途中であれランブじゃないな一刀だとか思うじゃん、うん、例えば一刀に切り替えたい、うん、でも今までランブに入れちゃったのもったいないなと思った時、うんうんうん、あの白い玉だけは交換できるんですよ、はい、そうか、白い玉って何にでも使えるじゃん、あそうどのスタイルにも使えるじゃん、で取り外せるってこと、そう要するにこれを緑の玉に持ってれば入れ替えることができるんでまた白の玉が増えると、でそうやってこうなんつうの他のところを増やすようにしていくと、うん、まあちゃんとリカバーも効くよっていう、うん、すごい。今この封がついているところは、はい、これ合わせてみるところなんですけど現在は取得できません。でこういうふうに出ているものは何かっていうと、お話を進めていく中で例えば師匠であったりとか、はい、例えばサブストーリーであったりとかそういうところで出会った人たちに教えてもらったりする技なんですね。でそういうところでの出会いだったりとかあと修行を積むことによってこの封印が取れてそこに弾がはめられるようになるっていうような仕組みになってます。封ってなってるところでもうどういう技が使えるかっていうのは一応出てるんじゃないですか、はいはい、これやりたいなって思ったらその封を開けに行くという楽しみがあるんですよ、うん、武器鍛錬。カチャさんなんかこんな感じですね、まあ、奥でこう打ってたりみたいな、すごいこうまあっぽいというか雰囲気のあるお店になってるんですけど、こちらで今自分が持ってる武器を強くしたりとかあとは新しく武器を作ったりというのができるようになってます。まずこの画面見ていただきたいんですけど武器とあとまあ攻撃力とかあと格とかあそこ技物みたいなのが書いてあるんですけどこういうのがそれぞれ成長させることができるものになってます。武器自体にその刀があった時に、はい、あの生蔵っていうランクから始まるんです。そうですね、うん、生蔵ってのは何の手入れもしてない素の状態の剣、うん、でその状態から技物と
とかいろいろこう格がを上げていくことができる、うん、まずそれが武器を強くする1個なんですけど、もう1個がその素材を与えてというか、うん、合成するっていう遊びが入ってるんですけど、さっきこの義行っていう、これ坂本龍馬の家に代々伝わる家宝ということで、まあ、あの名前のある刀なんですけど、これをですね次の黒船切りっていう新しい刀に改造してしまおうと思います。だから武器作成、武器強化ってあるでしょ、はい、強化はその武器自体を鍛えていくってこと、うん、生倉から技物にするみたいな感じなんだけど、武器作成とは全く新しいものに生まれ変わらせるっていうものなんで、うん、それを今から見て、はい、はい、で右側に出てると思うんですけど、あれが素材ですね。バトルダンジョンとかアナザーライフで集めて、うん、まあ、この数が足りてれば素材合成ができますよというような感じになってます。これ選びます。そうするとですね、この鍛冶屋のさっき奥で売ってた人ですね、刀打ってくれて、この黒船切りっていうのに育ってます。攻撃力とか見ていただけると、まあ、強くなっているのがもう数字で分かるようになってますね、はい、で見た目もどんどんこれ鍛えていくと豪華になっていくっていうような感じになってます。で今せっかく作ったので、これこの後強くしてみましょう、はい、でこれですね、今度強くする方は最後にですね、自分で魂を込めるために一打打つっていうちょっとしたミニゲームが入ってるんですけれども、もしよろしければやっていただこうと思います。清水さんにやってもらおうかな。やった、うん、なぜなら清水さんでもできる遊びなので、ぜひ画面のちょっと右にあるあの白い枠あるじゃないですか、です、はい、あそこに金を狙うです。うわ、狙うです。金1個しかないから狙いやすいよ。狙うです。オッケー、狙うです。そうです。丸ですか。丸です。みんなの首が行くで。違うね。何惜しい。ごめんなさい。2個ずれでしたね。銅、うん、ということで、うん、はい、まあじゃあですね、別に銅になったからダメなわけじゃなくて、うん、まあ、金の方がもちろんたくさん攻撃力は上がるんですけれども、まあ、素材を使えば銅でも必ず少しは上がるようになっているので、うん、失敗はないんだよね。そうです、うん、なので、まあ、何度も繰り返していただければいずれ、うん、あの一番強い刀までいくよっていうような感じにはなってます。今度はですね、この合成っていうのをやってみたいと思います。このモデル2っていう最初に持ってる銃なんですけれども、この合成選びまして、この豆鉄砲っていう、この鉄砲下にちょっとマーク出てるんですけれども、狙いやすくなる、ね、より当たりやすくするっていうような能力がついてる銃になります。でこれをですね合成してみます。ドン、で合成をするとこんな感じにですね、その見ていただくと空だったところに印がはまってるのが分かりますかね。右側の方見ていただけると、うん、本当だですね。これがさっき使った豆鉄砲っていう銃の能力をこのモデル2っていう銃に移したっていうような感じの、合成になってます。こうやってこの空いてる、あの空って書いてある枠が3つとか4つとかある武器もあるので、それにこういろんな武器をこうどんどん重ねていくことで1個の武器がどんどん強くなっていくっていうのが今回新しく入っている仕組みになります。一つの武器を持っててどんどん強くしていくってだけじゃなくて、武器を複数手に入れて入れていくと、1個の自分のその好きな能力に向かって、だからその武器自体も人によってこれかなり違うんです。だから今回武器はほぼ無限ですって言ってる。すごい、うん、武器鍛錬によってこんな武器も登場。で燃えてる。そうですね、今鍛冶屋でやったんですけど、あれをずっと繰り返していくとこんな武器も作れるよっていうのを紹介したいと思うんです。これもう見るだけでも弓はどんどん強い。めっちゃ強いやん。以前そうですね、銃であの火が出る弾があったと思うんですけど、もうあれを常に持っている方なんですね。こういうのも作れたりとか、あとこの銃はですね、2発ずつ撃てるとか、こういうような改造がどんどんできて、これはもう結構頑張った後なんですけども、まあこういうのをどんどん突き詰めていけるし、さらにその2発出るとかっていうのを別の銃にもっと威力の高い銃につけたりとか、そういうのの組み合わせで自分の好みの武器をどんどん作っていけるので、そうですね、本当にまさに無限大というか。あとはまあ刀と銃だけじゃなくて他にもですね作れる武器があるので、さあちょっと紹介したいと思います。例えばこれ、何これ、これ大砲ですね。もうまさに強い。もうこんなん作っちゃったらって言われですけどね。ね、もうめっちゃモテますやん。モテんの？え、違う。重たいの？違う違う違う、いろいろ武
容器が持ってた。ああそういうことか。なんで俺大砲持ってる男好きなんだと思っちゃった。そういうことじゃないんだ。大砲って魅力的みたいな。まあでもモテそうだよね。こんなかっこいいよな。すごい。例えば。すごい。俺たちはあのちょっと大きめの刀のものあこれ見た目今斧なんですけど、そうですね、そのいわゆる普通じゃ持てないような大きい太刀だよね、うん、大太刀って言ってんだけど、これ今斧だったり、もっとこう分厚くて長い刀というか剣だよみたいなものだったり、あとなんか変だけど羽子板とかいわゆるハンマーみたいな金棒とかそういうのも実際金槌もあるよね。そうですね、あります、あります。これうわやばい、これ先ほど思ったんですよ、可愛いと思って。例えばこういうちょっと見た目の面白いのも抜けないです、これ抜けないのもプル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 、可愛い。これってどうやったら手に入るの？これはですね、まあ、あのちくわもちろん練り物なので、うん、魚を釣ってですね、うん、それを鍛冶屋に持っていくと、だよね。そうめっちゃ面白い。これは釣りをしていただいて、あのもらったらお魚を集めていただければ。そうだよね、魚のすり身だもんね、ちくわ。そうです、ちくわはそうです。それも鍛冶屋さんが料理してくれると。そうです、そうです、ね。これちょっと見た目の面白いような武器ですね。まあそれぞれ あのジャンルにいくつかずつ入ってますので、まあ、例えばこういうのをねすごい強くしてみるっていうのも一つ面白いかなって思います。かわいい、ちくわやりたい。まあというわけで今回は主にその自分が強くなるっていうね、鍛錬の方、成長とか鍛錬の方、それと武器強化とかいろんなものを見てもらいましたけど、こういうのがあると一回クリアしてからももう一回あの武器でこのボスをチンチンにやっつけてやりたいみたいな感じもできるんですよ。僕そういうプレイ大好きなんですけど、レベルマックスにしてからもう一回やり直す、わかる、うん、2周目はお前1周目の時あんな強かったけど2周目はまた叩き殺してやるぞみたいな。まあこれがまた龍が如く維新の新しい魅力の一つかなと思います。はい、ではいよいよ、次回ですね、機能としても今回プレイステーション4で出るとか、いろいろ龍が如くって今までの龍が如くなかったような特徴を持ってるんですけど、さらにもう一個大きいもので、プレイステーションビータ、 PS ビータという、こう、携帯機ありますよね、あれとのクロスプレイが楽しめるというとてつもない新機能が一個ついてるんです。実際ゲームの中に入ってる一部の遊びをプレイしていくことができると。しかもそれで自分を育てたりすることができるんで、外に持ち出して育てといて、家持って帰って武器合成したり育てたりっていうのができますよという部分を詳しく紹介しようと思ってますんで、ご期待くださいということで、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。次回は幕末ガールズの真打ち紺野杏奈と佐々木舞が登場。プレイステーションビータを使った革新的なクロスプレイをご紹介。お楽しみに。